皆さんこんにちは。今日は ED の話です。実は僕も軽い ED で医療機関へ相談した経験があります。軽い ED といえども妊活男性にとっては切実な問題です。なぜなら妊活男性は今日はたまたま調子が悪くてセックスできないということが致命的だからです。排卵日は嫌悪なく迫ってきます。前にも申し上げましたが、排卵日や排卵2日前など絶対にやらなければならない日があり、そのプレッシャーの中で元気にバッチリ立たせなければいけないのです。だから妊活者にとって ED とは、漫画ジョジョの奇妙な冒険で言えばジョースター家にとってのディオくらい厄介な存在でしょう。そして ED は困ったことに原因も様々で、治療法も様々、薬も様々、つまり大変個人差のある障害なのです。特に心に原因がある場合、原因の追及が厄介です。よって完全治癒も難しく、自分の肌感覚ではこれで完全に解決という治療方法は未だ確立できていないのではと思ってしまいます。ただきちんと ED と向き合えばそれなりに改善はできます。自分の場合もそうでした。今回はこの ED 問題を深掘りしていきたいと思います。まずおさらいですが、不妊の原因における男性起因の割合、つまり男側に原因がある割合、そしてその男性起因の不妊の原因のうち ED が原因の割合を見てみましょう。こちらは山形大学保健管理センター山形善太郎教授の出されている資料からの引用です。男性側の原因が 24%、 女性側の原因が 41%、 両方の原因が 24%、 原因不明 11% と言われています。つまり男性側と両方の原因を合わせると 48% の約半分が男性側に原因があるということです。そして男性不妊の原因のうち勃起障害や射精障害の割合を見てみましょう。2015年の調査では男性不妊の原因の 13% は性機能障害でした。結構バカにできない割合です。それではいよいよ本題の ED の原因と治療方法です。まずはじめに僕の経験から言いますと、3つの医療機関へ行きました。そして僕の場合はバイアグラを処方されました。その結果問題が解決しましたとはなりませんでした。ではどうなったか、僕の結果のその前に ED の原因から説明していきたいと思います。日本新薬株式会社 ED ケアサポートというサイトがあります。こちらのサイトでは ED に関して詳しく説明しています。このサイトによれば ED は4つのタイプに分けられるそうです。1つ目は器質性 ED です。器質性 ED とは体に何らかの原因があって物理的に勃起が阻害される ED のことを指します。つまり体に何らかの症状がありそれが原因でなっている ED のことです。具体的には加齢や糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習慣病に起因する動脈硬化が原因のもの、不慮の事故や手術による神経損傷、または神経へ影響を与える病気、例えばパーキンソン病、脳卒中などが原因の ED です。簡単に言うと血管の劣化や神経の異常が原因の ED です。2つ目は心因性 ED です。心因性 ED とは体の機能には問題がなくても心理的・精神的なストレスが原因で起こる ED です。朝立ちがありマスターベーションは行えるが性行為ができない場合、心因性 ED が懸念されます。うつ病や統合失調症といった精神疾患のみならず、会社でのストレスや夫婦関係などの問題など様々な精神的ストレスが原因となり ED になります。
ちょっと話はそれますが、若者に一番増えているのはこの心因性 ED になります。僕は中年ですがこれでした。話を戻しましょう。3つ目は混合性 ED です。喫性と心因性の混合型です。最後の4つ目は薬剤性 ED です。普段から病気を治療するために服用している薬剤の副作用のために発症する ED です。喫出性 ED のところで説明しましたが、勃起には血管の働きと神経の働きが大きく関わっているため、血管や神経に関わる薬の副作用によって ED を発症する場合があります。以上のようにこんなにも種類があるので、やはり男性不妊が疑われた場合、お医者さんに相談するのが一番です。そしてセカンドオピニオン、サードオピニオンをお勧めします。なぜならこれは ED に限らずかもしれませんが、一軒のお医者さんに見せても不安が消えないからです。ちなみに僕は3軒のお医者さんへ行き、そのお医者さんたちが同じ答えを出してやっと納得しました。そしてやっと僕の治療結果の話です。僕は漢方とバイアグラを処方されて飲んでいました。そして効果がバッチリな時もあれば、それでもダメな時がありました。ダメな時は必死です。ちょっと休ませてみたり、あそこに冷水をかけて冷やしてみたり、自分の体なのにちっとも言うことを聞いてくれない、これは結構辛かったです。漫画寄生獣のミギーの方がよっぽど言うこと聞いてくれるなぁなんて思っていました。そういうわけで今日の結論ですが、男性不妊が疑われたらすぐ病院で診察を受けることをお勧めします。当たり前の話になってしまいましたが、とっても重要だと思います。それではまた。